そうなんですじゃないでしょうみたいな。この事業を始めたとしたらもう集客の目処は立ってるんですか。立ってないです。私一人じゃできない。でも意見を出すのも大変だよね本当にね。結構ゼロから意見を言わなきゃいけない感じが大変そうですね。結果としてやりたいことは結構伝わってきたんですけど、うん、そのための軸というか手段をどういうのを軸にやっていくのかなっていうのが気になります。その場所を借りてそこは何を柱にまず売り出していく場所なんだろうと言いますか、どう見せるんだろうっていう運動の場として考えてるんですけど、でもそれがビジネスとして成功いくかは私ちょっとわからなくて、逆にここに来たのはこの話が別に変な話もダメでしたでも全然構わなく、私は世界チャンピオンになりましたけど、ビジネスの方で皆さん成功なさってるじゃないですか。で、私にないものを持ってる方々ばかりなんで、その意見を私は逆に聞けたら宝だなと思って、こうしたらいいんだよ、ああしたらいいんだよとか、コンサル、アドバイス。そうですね、私は世界を、体を使ってはいくらでも何でもできるんですけど、構想がないというか。ちなみにそこ家賃はいくらなの。8万円ですね、うん、8から10で今探してます。最初のお金があっても月々のランニングの家賃がかかるじゃないですか、はい、それはどうやってその補っていくんです。今回の投資のあれで半年で様子を見てるんですよ。でも半年でなくなっちゃったらそれの継続ができない、うん、そうですね、うん、そうなんです。そうなんですじゃないでしょうみたいな。そうなんです。でその間にちゃんとそれが回っていくようにしないと、例えば絶えずその何て言うんだろう、募金を求めるっていうのでも一つそれでもいいのかもしれないし、それは商売じゃなくして完全にこうプロフィットをどうのこうのっていうんじゃなくて、人々の助け合い支援の中で続いていけるものなのか、もしくはある程度のその会費を取ってやっていかなきゃいけないものなのか、そういうところもちょっときちんと考えとかないと。恐らくあの場所としてはその道場半分、ラウンジ半分みたいな感じで、6畳ぐらいです。あ、じゃあできないですね。小さいところ、うん、全部で6畳しかないの。 それで8万円もするとこ借りるんですかね。勝ち時で、はい、私が地元が勝ち時なんですよね、はい、で子供に何かあった時にすぐこう、うん、行き来ができる場所が勝ち、まあ、月島とかでもいいんですけど、それぐらいは6畳でしちゃいますかね。なんかこう事務所と事務所とか誰も入る、ね、ちょっと狭すぎますよね。多分岩井さんのスペースで6畳ですよ。そうです、1人で6畳使ってるじゃないですか。1人で1人で子供さんだと4人とか立たせるぐらいですよね。4人5人でじゃあ甘えてとか、なんかそこで何をしてるかっていう、こうイメージがあんまり今ついてこないんですよね。子供さんとお母さん集めて6畳で何が行われてるんだろうみたいなところが、疑問が多分皆さん解消されてないというか、単純に毎日来ることができて、まあじゃあ2日に一遍皆さん来たとしても3日に一遍来たとしても、じゃあ3日に一遍だったら4人かける3回転分しかないってことは、ね、12人かける1000円の月謝しか取れなくて、ほぼほぼ家賃でなくなっちゃうから、うん、山田さんの稼働分が何も返ってこなくて、うんうんうん、でビジネスを拡張していくこともできなくてみたいな風になっちゃいますよね、うん、それだと4人しか入れないスペースって考えたら、うんうん、山田さんそもそもボランティアなの。私はお金欲しい欲しいっていうのはあんまりまあ欲しいと思っても、まあ、あるに越したことはないんですけど、お金がここにあるから私やりますっていうタイプじゃないです、まあ、欲しいと思ってもあんまお金も来なさそうだもんね。そう来ないでも人はいっぱい、うん、そうだよね、いい人たちばかりが。逆になんかこう、こう社長さんたちから見て山田陽子にできることってありますか。まあ、6畳ではちょっといかにもそのイメージ湧かなくて、もう少し大規模にしたり社長さんに手伝ってもらってそれを YouTube で配信していったりとか、まあ、いろんなそのビジネスの組み方をもう少し根本的に変えていかないと、6畳人まで、まあ、遊んでてじゃれてるっていう言葉はちょっと悪いかもしれないけど、それに終わってしまうのはもったいないんじゃないかな。腕相撲強いし、確かに。ちなみにこの事業を始めたとしたらもう集客の目処は立ってるんですか。立ってないです。
今後どうやって集客していこうみたいなのあったりするんですか。逆にその私多分一人じゃ絶対できないと思うんで、こう投資してもらえる社長さんがいたらこう一緒に意見を聞いてやっていきたいなっていう感じです。私一人じゃできないです。でも意見を出すのも大変だよね、本当にね。結構ゼロから意見を言わなきゃいけない感じが大変そうですね。いや、めちゃめちゃね、なんかパワー、エネルギーはあるんで、やること決めたら早そうですけどね。うん、確かにストイックさが半端ない。僕コミット力がすごいなと思って。コミット。だって1年かけて世界一になってやろうって、返り咲いてやろうって、いくつの時ですか。この間ですよ。ですよね。いや、マジすごいと思うんですよ。なんかそれしかないと思って、でそれしかないって思い込める力ってすごいんですよ。あ、本当ですか。それどんなトレーニングしたんですか。1年間どんなトレーニングしたの。海外行きまくりました日本の女性の手だとちょっと小さいんで、うん、アメリカのアーノルド・シュワルツネッカーさんの大会出て、無差別の大会出て試合をしたりとか、海外いっぱい行って。それお金はどうしたの。海外行きまくった、スポンサーの方が出してくれたりとか、招待で行ったりとか。招待、それって例えばダンベルを持ってトレーニングするみたいなトレーニングあんまやらない。私はイメージ、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 ドラゴンボールの世界。そうそう、イメージです。なんか本当こうイメージしてたらこう大きくなる。嘘でしょ。僕もそうですよ。イメージしたら。本当ですか。あんた食べてるだけ。私はこういうのはやらないですね。ちょっともう、なんか理論的じゃないんだよ。それも人に教えられなくないですか。で、多分ロジカルじゃないですよね。イメージしてくださいって、宗教と長嶋監督と一緒ですよね。確かにへそで打つんだよみたいな。イメージするんだよみたいな。ちなみにですけど、3時半から5時までの時間です、はいはい、それ以外の活用法はないんですか、その部屋の。考えてないですね。なるほど。格闘技の練習とアームの練習場。子供が学校行ってる時はもう空いちゃうわけですよね。そうですね。